こんにちは、上田です。先日9月14日の土曜日にですね、田中隆さんの、ダイバーグレーマスターズ8回目の優勝のですね祝賀会に参加させていただきました。いや、田中さんおめでとうございます。8回目の優勝です。1回優勝するだけでもすごいと思うのに、それを8回です。田中さんすごすぎです。今8回目がですね、山本八郎さんの記録と並んでるみたいなんで、ぜひですねもう記録を塗り替えてもらいたいですね。9回目10回目も優勝してもらいたいですね。祝賀会のですね様子を動画に撮ってきましたので、よかったら見てください。よろしくお願いします。さあ、祝賀会です。お疲れ様、お久しぶりっす。8人、最近釣り行ってる？行っとらん。俺先週したんですよ、朝から。福岡熊本を中心にテレビなどのタレント活動をしておりまして、ここ、熊本でもテレビ熊本ワカットランドという番組の中でフィッシングクラブという、そういった、釣りコーナーを発足しております。そこに、田中さんに、行くととなくといいますか、毎回のように出演していただきまして、時にはチャンピオン目線で釣りの楽しみ、時にはビギナー目線で釣りの楽しみを田中さんから教わっております。そんな、田中さんに負けず劣らず魚釣りが大好きな男、私高村光栄と申します。どうぞよろしくお願いいたします。それでは大変長らくお待たせいたしました。これより田中チャンピオンの入場となります。どうぞお開き口ご注目ください。第29回ダイバーグレーマスターズ2023、田中隆氏 V8 達成チャンピオンの入場です。それでは、ただいまより第29回ダイバーグレーマスターズ2023田中隆氏 V8 優勝祝賀会を始めさせていただきます。祝賀会に先立ちまして、発起人代表挨拶を申し上げます。ご挨拶いただきますのは、フロントフリーカーズ宇沢正則代表にお願いいたします。宇沢代表、よろしくお願いいたします。皆さん、変化はありますので、田中隆の祝賀会に参加していただきまして、本当にありがとうございます。田中隆君、もう去年もやりました。また今年もではなくて、やっぱりね、こうやってみんなが集まってくれるということは、多分これ彼の順番だと思います。本当に、このグレーマスターズ、私ずっと競技委員会をやってます。そしてまた、彼はうちのクラブ員になり、そしてまた大学のテスターで、付き合い長いですけども、本当にここまで成長してくれるとは私思っていませんでした。でも本当に、年を取ることに素晴らしい、推進になってきています。今回の29回、本当からすると30回なんですけども、1回グレーマスターズのスタイルというのに変えてまして、コロナの状態で、ありましたけども、その時はで本来からするとこの大会30回目です。でも、こうやって29回出て、そのうちの8回勝っております。最初に勝ったの一緒にいて、僕も新生として見てましたけど、最初は公式勝って4回敵立ちでした。それでこの大会でダブルスコアで勝ってたんですが、いるとは思わなかったでした。それで勝ってきました。そしてまた、串本で会があって、そしてまた今回、ずっと3回続けて、福江で勝ってと、ずっと勝ちを続けています。
で、本当にずっと見た大会、あの僕はずっと競技委員長として見てますけども、今回の29回の勝ち方、本当にチャンピオンってすごいなと思ったのは、肩の力が入ってません。自然体ですってます。だからやっぱり、これはひょっとしたら、多分本人は緊張してるって言うかもしれませんけども、全然してませんね。もう、頭の中にはそのどこにいるか、それしか見てない。素晴らしい。後ろで見てて、僕逆にカメラ回したいなぐらい思った。そのくらいの、ね、注意しました。ここに、その時に一緒に出てきました。準優勝の木村さんいますけども、もう見てて明らかに、ね、ここでね、このショットのあれこの話でいろいろ突っ込むのもあれですけども、本当に気持ち的に焦ったと思います。で皆さん、ね、やっぱり大事なのはやっぱりしっかりと度胸をね、大会にして、やっぱり勝つ、やっぱり、ね、チャンピオンなんで、逆にすればこのすごいプレッシャーだと思います。今度また今度、ね、第30回がある、また多分彼は、ね、どうせディフェンディングチャンピオンだから、また辻さんが来ると思います。これどういう試合を見せているか、それもまた、もう怒りにやめとくんじゃないと、心の中では思いますけども、でも、勝ってほしいという気持ちもあります。でも本当にね、こうやってね、勝ってみんなバッとやって、またこれでまた全国の業界が、また僕らの仲間内が盛り上がって、また次に続けばいいと思いますので、また今日は皆さん、一日、ここで、時間の許す限り、みんなでバッと騒いで、戦いを盛り上げてほしいと思います。本当に本日、参加していただきましてありがとうございました。やった挨拶を考えているということですので、ゆっくりとお聞きください。それではチャンピオンご挨拶お願いいたします。出ます。
たやろうかなという思いで今あります。またですね、私はこの釣りというものにこうのめり込んだ、今まで頑張ってこれたのは、先輩、レジェンドテスターと言われる宇沢さん、八郎さん、江藤さん、池田さん、挙げるとキリがないですが、でも方たちの活躍を見て、釣りって楽しそうだな、磯釣りってすごいな、行きたいな、テスターかっこいいなって思ったのがきっかけでしたし、今までやってこれた理由です。私も、そういったレジェンドの仲間にできるようにですね、これからもっともっと長技も磨いて、人間性もますます高めて、仲間に入っていけたらなというふうに思っています。で、このブヤチというタイトルなんですが、そうですね、私一人の力ではなかなかね、達成できたと思っていません、ね。宇沢さんが言った所長が言った会社のね、やっぱ協力、サポートメーカーの協力、先輩、仲間、家族あってのこの記録だと思っています、これから仕事でね、もっともっとやりたいこと、やらないといけないこと、山積みです。釣りもそう、同じです。二頭追うものはね、一頭も得ずっていう言葉がありますが、全力、全速でね、それを取りに行って、二頭追うものだけが二頭を得るっていう、ね、言葉もあるみたいなので、それをね、狙っていきたいと思っています。皆さんね、ぜひこれからもご指導、ご鞭撻、そしてご協力の方、よろしくお願いいたします。本日はお忙しいところ、ありがとうございました。2023決勝大会優勝の高橋からご挨拶でございました。それでは、優勝そして V8 を記念して乾杯へとお移させていただきます。乾杯の準備が整いますので、今しばらくお待ちさあ、僕の乾杯メンバーです。ずらりずらりずらり、お、お疲れです。ねえで、本日はたくさんの皆様にお集まりいただきましてありがとうございます、V8 は V9、V10 まで目指して田中さんを応援します。皆さんも田中さんに続けるよう頑張りましょう。乾杯。はーい。あ、こちらも乾杯どうもです。あ、お疲れ様です。お疲れ様です。ありがとうございました。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。あ、すいません、渡辺さん、ありがとうございます。で、何はい、ありがとうございます。また今回もね、これから9回目と10回目もやってください。まあね、ちょっと引退しようかなと思ったんですけどまあね、はい、頑張っていきたいと思います。はい、今聞かけたらもうぜひやってほしいです。はい、はい、よろしくお願いします。今日はありがとうございます。いえいえ、もうこちらこそめっちゃ嬉しいです。いえいえ、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとう。えらい取り分けてくれるね。いつもで頼みますよ。そうですね、僕の決勝のメンツっていうか、自分自身のメンバー誰と一番やりたくないですか？木村氏やりたくないです。じゃあ、お願いします。はい、田中さん、お願いします。今日は何回するよね。うわ、もう終わりかな。負けですか。じゃあ、2人でやって、高野さんだと。負けですか。
小沢さんもお取りください。平井さん、森口さん、宮本さん、決勝大会、小原隆氏優勝祝賀会を終了とさせていただきます。なお、この後、こちら、理事会、祝賀会の理事会を